鶴屋百貨店さんから、うちよりも安くて納品が早いよとおじゅの修理のご紹介です。金箔が吹いても剥げない国産物団、お物団の販売が転職、永田光輝でございます。2019年4月の3日水曜日、今朝5時49分。 朝のほかでございます。はい、はい、はい、どうもどうもすいません。今日も元気にやっていきたいと思います。あの実はですね。これ今お客様からご注文いただいたこのお数珠の修理ですね。あのごちあの出来上がって昨日出来上がってきましたので、今ちょっとこれあげております。実はこれですね、えー、熊本の有名な鶴屋百貨店、これお客様から聞いた話なんですよ。あの最初はですね。その。 鶴屋さんにの修理を出そうとしたんですよねそしたらば、まあ、鶴屋さんの方から「ああおたく」って「あのの修理はです、ね、あの西区の輪島師んがですねよかですよ」って「安くて早いです」ということでですねうちをご指名だったそうなんですよでお客様がご覧いただいてですねこちらのこれは光月菩提寺よかよか非常にこう素晴らしいお術ですねそれに虎名石運気が上がる虎名石開運の石ですねはいであのこれぶっつり切れてましたので当店で の修理という形でさせていただきました。出来上がりましたのでですね。で、お客様にもご連絡いたしました。はいでですね。あのー、もう本当ですね。鶴屋百貨店さんからですね。うちよりも輪島さんが安くて早いですよ。ということでですね。当店をご紹介いただいたそうでございます。もう、本当と身に余る声ですね。もう本当にありがとうございます。<laughs> はい。 でですね、えー、やっぱりですね、ネット、これブログと YouTube にですね、これ珠図の修理を上げてからですね、爆増ですね、増えました。 あのリフォームですね、増えました、前はですね半年に2本ぐらいだったんですよね、今、月にやっぱ4、5本来ますから、ですねもう爆増ですよね、ネットすごいと思いますよ、はい、えー、多分ですね、熊本で、です数、ね、珠の修理リフォームでは、もう当店がナンバーワンだと思います、はい扱っている本数ですねで、お値段もですねお安く対応してますので、まよ、あ、そよりかなりぐっとお安くなってますからですね。はい 一つよろししくお願い申し上げますあの長崎のですね、有名な長崎年珠、長崎の職人がですね丁寧に仕上げたあの信頼のおけるおじずです、今、おじずもですね実は中国製が多いんです、意外と。はい、ですから、ですねあのただ日本の職人さんのおじずはですね作りが丁寧ですから、こうやって、ですからアフターサービスもできますので、ですね、はい、一つよろしくお願い申し上げます。はい ではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ご合点、お祈り申し上げます。